精密・電子機器や自動車に使われるプラスチック製品を生産する三光化成株式会社一関工場。確かな技術力で高品質の製品を提供しています。現場で作った製品のですね、寸法や外観のチェックをしております。昔からものづくりに興味がありまして、あとはこの会社は結構環境活動に力を入れているということを新聞紙上で知りまして、そこで惹かれました。外観検査と、あと出荷担当をしております。製造だったりとか、そういう部品関係に興味があったので、地元に貢献できるような職場ということで三光化成を選んでました。それぞれ立場は違いますけれども、お客様へのお届けするものの品質評価というところと最後の砦となりますので、そこに責任を持ってですね、対応してくれていると、非常に助かっているというところです。我々工業用プラスチック部品をやらせていただいております。車部品はもとより重設関係、医療関係、そこで蓄積した技術が最終的には品質にですね、結びついているというところがありますので、全ての社員がものづくりにですね、本気で取り組んで実現しているというものとなっております。私は主に車の安全装置の検査を担当しているんですけれども、やっぱり岩手の方だと車を運転する機会が多いと思うので、万が一の事故の時に間接的にでもその方の未来とか命とか守ることができるなって思っている時に、とてもやりがいを感じます。自信のある品質でメイドインジャパンとして、国内に限らず世界中に自分の携わった製品が出荷されて使用されているっていうことを誇りに思っているので、やりがいに感じてます。愚直実直に、そして粘り強くですね、ものづくりに取り組むできる方、さまざまなことに挑戦して失敗から学びを得ることができる方、そのような方を当社では求めています。将来女性リーダーや女性管理職になりたいので、より皆さんが働きやすい、女性が働きやすい環境を整えていこうと思っております。そのためにも測定の効率化とか作業の効率化を図って仕事に当たっていきたいと思っております。品質を向上させるためには技術、知識、経験も必要だと思っています。さらにはチームワークを保って明るい職場を作ることも非常に大切だと思っています。